はい、おはようございます。おはようございます。はぁ、始まりましたね。始まりました。おはようございます。おはようございます。なんとですよ、なんと今日はね、本当はね、あれなんですよね。本当は毎月月の終わりのニコ生収録っていうのは、その月の売り上げのナンバーワン、ツー、スリーがやることになってるんですけど、今日はなんと台風の影響で2番と3番の子がね、吹っ飛ばされちゃったみたいでね、僕もギリギリセーフ、ギリギリアウトで今来たわけですけどね。まあ、とりあえず CM 中に誰か来ることを祈ります。とりあえず CM 行きましょう。どうぞ。はい、やってまいりました。はい、そうやね。まあ、とりあえず何喋ろうかな。もう今日はもう一人やし、何してもいいかなと思ってるんですけども、でたまに僕ニコ生見るんですよ。他のホストさんのニコ生見てて、まあ、一人の人はね、結構すごいコメントと会話したり、もうただひたすら一人で喋ってる人がいたりじゃないですか。まあ、だから僕の場合はね、まあ、どっちがいいかなと。コメント拾ってってほしいか、それとも一人でただひたすら喋ってほしいか、どっちがいいですかね。どっちかというと、喋るとしたら何喋るの。いや、もう本当にあれですよ、もう何も全然取り留めのない内容喋りますよ。普通に拾いながら一人で喋って、あ、とりあえず一回ね、一回とりあえず一人でやりましょうか。次の CM までは一旦一人でやってみましょうか。拾いながら一人で喋って、まあ、拾いながら一人で喋って、まあ、でも確かにね、拾っていくけど、でもね、もうどうせやったら弾幕ぐらい欲しいよね。ババ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 っていうの。え、これどこ見てるのって、これ、あ、コメント見てるんですよ、コメント。僕ね、iPad の使い方わからなくてね、なんかみんなこれで見てるんですよね。これで、なんかコメントみたいな。僕ちょっとこれの使い方がもうよくわかんなくて、いまいち。よいしょ。いやー、本当にね、いや今日はね、お店行ってからね、本当にはるかくんとりきとくんなんですけどね、まあそう、え、ナンバー何だったの？ナンバー、そうですね、今月の10月の売上ナンバーですね。10月の売上ナンバーは、今のところ僕が1番の、あとははるかくんが2番かな、でりきとくんが3番ですかね。そうですかね。その服どこの？これマルセロバロンっていうね、ブランドですね。家賃いくらですか？家賃今20万円です。はい、ね。もうないで、拾えるコメント。あー、暑いね、ほんまにね、めちゃめちゃ暑いわ。いやー、住所どこですか？ね、中野区です、中野区。あー、暑いですね、本当にめちゃめちゃ暑いね。あー、行っちゃうスタイル、もう何でも行っちゃうスタイルでやってきてるんでね、結構ね、言い過ぎてね、ほんま怒られるスタイルなんですけどね。何でも言い過ぎて怒られちゃうスタイルなんですけどね。彼女いますよ、いっぱいいますよ、彼女はいっぱいいますよ、本当に。そうですね、まあ5人はいますね、5人はね。彼女何歳ですか？あー、もういっぱいいるんでね、何歳っていうのがね、いるんですよね。好きな女性のタイプは、僕はね、どっちかというとむっちりした子が好きですね。むっちりした子、一夫多妻制ね、お前導入されたらどえらいことになるやろね。ああ、暑いね、ほんと。ああ、イケメンですね、ありがとうございます、ありがとうございます。あんま言われないっすけどね、僕は。なんかいろいろあるじゃないですか、ホストクラブにも。そう、なんかそのお店それぞれによって、やっぱその何、男前担当の子だったりとか、まああと面白い感じの子、面白い担当の子だったりとかで、まあちょっとイカれた人がいたりとかで、うちだとそうですね、男前担当で言ったら、まあ多分レイヤ君とか、あと代表とか、あと渚君とか、最近入ったミカド君っていう子もすごい男前ですね。で、まあ面白い担当で言ったら、やっぱりリキト君とか、あとはダイナマイト君とかね、
あとはまあ時点ではるかくんとゆうきくんですかね。でまあ行かれてる担当って言ったらやっぱあれですよね、もう今僕やと思ったでしょ、僕より全然社長の方が行かれてますからね、全然普通に普通に行かれてますからね、彼の方が。腕に巻いてるの何ですか、腕に巻いてるの何ですか、これですか、これ時計ですね、時計 G-SHOCK ですよ、一番いい時計ですよこれが。一番最近趣味とかあるんですか。趣味ね、僕漫画とか好きですね、漫画めちゃめちゃ買ったりしますね。最近一番笑った出来事は、最近一番笑った出来事は、そうですね、昨日のハロウィンイベントでね、うちコスプレしてみんなレッドカーペット歩くんですけど、ゆうきくんがすごく面白くて、まあ、詳細は多分そのうちトピックスに上がると思うんですけど、放送のそれを見ていただければ。ガク最近出てなくない、ウォーウォーウォー、最近出てないんですかね。最近もちょっと僕あんまちょっと見れてなくて。リキト君はお笑い担当なんですか。いつもイケメン担当と言ってますが、あれは嘘です。全部嘘ですね。全部嘘です。全部嘘ですね。リキト君の言ってることの7割は嘘ですね。そうですね。G-SHOCK 最強。そう、最強ですね。G-SHOCK 最強。あざます。はい。アニメとか見るのめちゃめちゃ見ますよ、アニメ。めっちゃ見ますよ。すんげえ見ますよ。なんか、結構いろんなアニメ見ますね。なんかライトノベル系とかも見るし、少年系も見るし、あとはなんだろう、もう結構何でも見ますね、本当に。割となんか本話化系とかも見ますね。本話化系 NHK みたいなやつも見ますよ、ね、コスプレが面白かった。そう、コスプレめちゃめちゃ面白かった。僕コスプレイベント何したのですか。僕はね、ブルゾンちえみですね。ブルゾンちえみをやらさせていただきましたね。で、まあ、最初ブルゾンのチームやってたんですけど、なんかバッてズラをかぶった時に、あるじゃないですか、なんかバッてズラをかぶった時に、あ、俺顔ちっちゃいなって思ったんですよね、ぶっちゃけ。なんか他のみんなを見てて、あ、俺顔めっちゃちっちゃいなって思ったんですけど、よく考えたら顔がちっちゃいじゃなくてここが広いだけだったっていうね。はい、元からブルゾンみたいな髪型してるじゃん、お前は殺す。はい、ごめんなさいね、たまに暴言吐きますね。セクシーだった、セクシーなわけないでしょ、どう考えたかって。全然セクシーじゃないでしょ。はあ、そうですね。今ね、一瞬携帯がパッてなったんで見たんですよ。もしかしたらはるかくんとりきとくんがごめんなさいみたいな、今すぐ行きますみたいなのかなって思ってパッてみたいな。全然関係なかったですね。全然関係。ウィズビーいましたよ。ウィズビーちゃんといましたよ。ウィズビー2パターン用意してたんですけどね。ウィズビーを2パターン、まあ一パターンとしたら、うちのナイキのソラ君とレン君にスーツを着てきてくれって言ってて、で二パターン目としたら、うちの社長と代表にスーツを着てきてくれって言ってて、まあ、結局ね、ウィズ B はやっぱ、いや、ナイキはやらなかったですね。やっぱ見た感じやばかったんで、レン君と、うち来た子分かると思うんですけど、レン君と僕とソラ君が立つと、携帯の電波みたいになっちゃうんで、バリさんみたいになっちゃうんで、そうそう、だからよくねえなと思って。他のみんなですか。あとはね、そうっすね、ホスホスが出るまでね、待ってもらったらね、なんで全部言わなきゃ何年だってなるんですけどね。いやー、暑いな本当に。そうっすね、まあどうかね。いや、てか今日の雨ほんま大変ですね。もうみんなあれかな、みんなこれ書いてる人らって実際何人おるかもう分からへんもんね。俺はなんかみんな IP でわかるうんぬんかんぬんとか言うけど、 IP っていうのがわからへんもんね。こんな豪雨の日って人集まる。いや、たまに来ますね、たまに。昨日もなんだかんだめちゃめちゃ忙しかったですからね、うちのお店めちゃめちゃ忙しかったです本当に。なんか久しぶりにね、街ができるぐらいの。そうですね、最近雨が多すぎて嫌ですよね、雨ね。雨めちゃめちゃ街、いや、どう考えても街じゃないでしょ、その街じゃないでしょ。そうですね、そう、最近雨多すぎて嫌っすよね。ああ、シムシティの話かな。うん、まあ街はできちゃうね、それだとね。それだと街はできちゃいますね。ね、もうこの子はあれかな、ちょっとあれかな、俺と一回勝負かな、このAJ シティ、AJ シティね、AJ シティ、AJ シティね、多分暗い街になると思うよ。すごい暗い街になると思うよ。その時に多分、代表とレイヤーとリキトと俺が風邪ひいてた、多分ほんまに暗い街になると思うよ。すっげえ暗い街になると思うよ。行ってみたい。やべえな。
だいぶやべえな。そうっすね。これって見てる人はもう全員来たことあるんですかね。そのもしな、まあ、何人か言えるんだったらね、あのそのあれですね、イニシャルとか欲しいよね。担当さんのイニシャルとか欲しいね。大体わかるからね、大体大体わかるからね、イニシャルで。イニシャルでうちでわからへんって言ったら多分普通に R ぐらいかな。 R がめちゃめちゃ多いからね、多分ライトとか、あとリキトもレイヤーもやし、3人しかおらんかったなめちゃめちゃ多いって言ったけど3人しかおらんかったわ。そうっすね、言わないっすよね、みんなね。ね、僕のお客さんもね、たまにコメントするって言ってますけどね。お、R ですね。じゃあ、そうっすね、R って言ったらやっぱ僕かリキト君かレイヤ君ですね。よいしょ。はあ、あっちいな。なんかここで見て店で会うの不思議な気持ち、不思議な気持ちですか。そうですか。でもないですか、うちの従業員となんか外でばったり出会ったりみたいな、ないですか。僕結構人のお客さんと会いますけどね、ばったり普通に、あ、お、みたいな、全然ありますよ。全然全然パチンコ店で会う時とかありますからね。パーって、あ、あれみたいな時ありますからね。そうそう、歌舞伎町狭いですもんね。それってどうなんですかね。パチスローしないですね。パチンコはたまにしますね。そうなんですよね。あれですよね、まあそうっすね。え、あったりしないっすかね、みんな。全然他ので、僕思うんですけど、その女の子ってどうなんすかね。その例えば、まあ、女の子同士で歩いてて、ホストに、ホスト、知り合いのホストがいて、よって言われるのはまあいいかなと思うんですよ、ギリギリ。違うホストと歩いててよって言われたらどんな気分になるんすかね。僕ちょっとバカなんで、パッて見たまま答えちゃうんですよね、結構。だからどのホストと歩いてたりしても、うっすって言っちゃうんですよね。そう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 、やっちゃうんですよね。それで一回めちゃめちゃ怒られたことがあって、そう、挨拶しちゃうんですよね。いやだって、無視して後で言われる方が嫌かなと思って、なんかね、無視してバーって言って、あの時見たのに何なのみたいなの方がなんか嫌かなと思って、でだからもう知ってるんやったらもう積極的に押すって言ってこうと思って、でね、もう気まずかったら無視してくれたりしね、僕のことをね、逆に。そうなんですよね。社交的なんじゃないんですよ、全然。全然社交的じゃないですよ。全然全然。社交的じゃなくて、もう全然普通にね。偽善者です、偽善者。ヘアメやってるんだけど、ホストに挨拶するべきかめっちゃ迷います。ああ、別にいいんじゃないですか、全然。ホストに挨拶、いや、してもいいんじゃないですか。僕全然嬉しいですけどね。僕だって仲いいヘアメの人とかとご飯とか昔行ってましたよ、全然。僕が一番最初歌舞伎に来たのが、そうですね、まあ1年ぐらいで帰ったんですけど、5年ぐらい前に歌舞伎に来て、でその時にすごく仲良くなったヘアメのお兄さんがいて、でまあヘアメしてたら、そのなんだろう、時間的にもそのキャバクラの女の子とかも被ったりするじゃないですか。でわーって、まあちょっと可愛い子いたら、あの子どこのお店ですかって聞いて、そのままその日に一緒に行ったりしてましたからね。全然お客さん一緒にいる時は挨拶しない方がいいのかなって。いや別にいいんじゃないですか、全然。あ、どうなんですか、僕の場合ですよ、僕の場合ですよ、僕の場合、僕はもう全然誰といてもいやって言ってくれた方が全然、そっちの方がねいいですね。何時出勤、何時出勤、いやもう出勤してますよ、これもう終わったらもう速攻ですよ、速攻いてますからね。そうっすね。あ、そうそう、もう時間的に、お、 CM の時間ですね。じゃあ CM 明けから、まあどうしましょうかね、何か面白い感じで変えていきますね。はい、それでは CM どうぞ。先輩、何を聞いてくれませんか。
何でも聞いてこい。全然送りが取れないんですよ。なるほど、さすがジンさん。いや違うな、お前は顔が悪いんだ。お前はうるせえ。おっす、おっす、ゆきです。どうも、人が変わったんですけど、まあね、ってなりますよね、これはね。いきなりのメンバーチェンジで、あ、ってね、急に風邪と悪くなるんですけどね、ですよね、ゆきです。あの、5分間だけゆきがね、やろうかなと。あー、どうしよう、コメント一気に止まったら本当にユキメンタルがあれだから。ユキですよ。何、全然こんな中でやってたんですか、ライフさんは。コメント一気に止まったけど、なんなん。あ、溶けてるけど溶けてへんよ、星ね、星がね、星溶けてるね、星が溶けてるから、星溶けちゃってるじゃん、星が溶けてるから。あれ急に滑舌悪くなったとか言うよ。急になんですよ、急に。おにぎりさん最近ね、おにぎりさんって誰、おにぎりさんって。 CM の時におにぎりのマークをめっちゃ変更してきてくれる。あ、なんかおったね、おったっすね、名物キャラクターみたいな、なんかおったね、なんかおった、なんかおった、なんかおったし、やったら俺の名前言う子もおらんかった。あ、めっちゃいる。めっちゃなんかおのおのいるっすね。今月のワンツースリー、今月のワンツースリーですよ、これが。ツースリーはパチモンですよ、今月のワンツースリーですね。ツースリーはパチモンですよ。いやでも実際ね、何があるかわからないからね、ホストクラブね。なるのそこは。もう実際何があるかわかんないんでね。そうだ、パチモンよ、パチモン。急にパチモン、急にパチモンよ、兄さん、急にパチモンよ。いや本当にでも何があるかマジでわかんないっすよ。あれ最後の一日で、いや勇気の時代が来るかも。勇気の時代来たんですよね、勇気の時代。昨日勇気の時代が来たんですよ、マジで。いやすごかったもんね。いやもうフィーバーしとったっすね。フィーバーしとったよね、フィーバーしとったっすね、うん、久しぶりに格変入ったっすね。いやすごかったね、あれは。いやー本当に結構絶頂でしたよね。もう久しぶりにホストって楽しいなと思った。絶頂でもね、なんかまあなんか時代あるじゃないですか、ホストクラブって。まあホスト君ってあんのよね、なんか売れる時期売れない時期みたいな、やっぱ、はい、波は絶対あると思うんやけど、次うちのお店で売れる時期が来るの誰なんかな。いやーなー、ありたいけどな、自分でね。やっぱね、それはそれはね、やっぱもうそろそろね。もう何年やってやったっけ。僕もう4年ぐらいやってるんでね、はい、もう1回も爆発したことないね。火花ぐらいはあるけど爆発したことない、ね、ずっと火花、マッチのこの状態やから火花しかない、ずっと火花なんで。で、火花消えたんすか。そう、つかないね、火花止まりやね。火花止まり火花止まりで炎は上がんないって。まあでもみんなほんま結局火花止まりで終わる。火花あるあるっすね、線香花火みたいな感じ。すぐ落ちる、すぐ儚い瞬間が。それがいつですか、その火花。火花はちょこちょこ、もうでもここ回数はあるんですか。ここ1年半2年ぐらいね、火花も弱いよ。弱いめな火花。そう、ゆうきめっちゃ男前なのにな。僕すごい好きな顔なんですけどね、ゆうきくん。ライスさんだけ昔からめちゃめちゃ男前なんですけどね。ただいかんせんちょっとね、ちょっと滑舌にね、なんかね、昨日、うん、でも昨日はこの滑舌のおかげでフィーバーしてたから。そうですね、これがあってよかったなと。そう昨日はフィーバーできたんでね。そう、なんかうちなんかたまにその飲み放題イベントをやるんですね。その1時間1万円で、はい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 、何やったっけ、缶物とか、はい、なんかいろいろ飲み放題イベントやるんですけど、はい、その時ってまあすごい、まあ、安くて楽しめるじゃないけども、はいはいはい、まあでも楽しいよな、その時な、ね、普通に。なんかいつもよりむちゃくちゃな感じ、ね、そうそうそう、パリピな感じで、はいはい、自分初めてだったね、昨日みたいな。ああ、そうね、イベントっていうのが、いつもやっぱあんな感じなんですか。まあ結構わちゃわちゃわちゃってる、わちゃってる、めちゃめちゃわちゃってる。飲み放題ってだけで結構革命的だもんね、ホストクラブ的には。まあでもなんか昔はなかったけど今結構やってるとこありますよね。なんかいろんなお店がね、飲み放題みたいな。いくらで飲み放題、うちはね1時間1万円でもうめちゃめちゃ飲んでもいいです、ほんまに。いくら飲んでも全然飲んでもいいです。もう最後ね、もうバレへんかったらあのもう缶とかもわかんなくなる。バレへんかったらバレたらめちゃめちゃ怒りますよ、めちゃめちゃ怒りますよ、ちゃんと伝票つける。うん、赤物も全然飲み放題ですね、大体缶物ピッチャーとかが飲み放題ですね。そうですね、そうです、そうです。いややっぱね、うん、
飲み放題っていいね。いいですね。安い。タックスも込みやもんね。ね、タックスも指名料も全込みの1万円で、1時間1万円なんで。めちゃくちゃお得なんですよね。たまにやるっすね。でもなんかほんまになんやろ、なんかここ最近その何他のホスト君の、はい、まあなんか同業さんの LINE とかタイムラインとか見てたら結構多いみたいですけどね、はいはい、飲み放題みたいな、はい、あんま値段も変わんないですか。それはあんま値段も変わんなかったり、2時間で区切ってるところもあったりとか、はいはいはい、そういう日だけでも全然来てくれたら嬉しいですよね。あ、抜きもんはね違うけどね、シャンパンとかは違うんですけど、さすがにそうそうそう飾り1個サービスしてくれませんか、もう帰ってくださいね大赤字やね、大赤字や来やすいですよね。でもあんまり馴染みない子だって言う、ね、まあそうっすね、うん、いいなぁそうそうそういやでもこの月ももうあとイベントも終わって締め日だけですもんね。そうやね、今日と明日で今日締め日だけですね。今日そう、うちあれやね、今月から変わったよね。そうですね、今月からそう、締め日が今月から、はい、月末の1日前が締め日になりまして、はい、で、月末がもう完全に定休日で、1日から、絶対営業な、そうですね、そう、1日から絶対営業っていう風にもう曜日問わずに変わったんで、ね、あ、今月からなんですね、それ。そう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 、お、昨日渋谷すんごかった、すんごかったやからね、すごかったじゃないからすんごかったやからすんごかったやろな、ほんとにね、いや渋谷すんごいイメージですもんね。渋谷すんごいイメージ、行きたいわ、行きたい、行きたかったわ、ほんまに。一回だけ行ったけど起用されてすぐ帰った。起用された。あ、そうなんや、行ったことあるんや。去年一回だけ顔出したんですけど、すげえパリピすぎて。顔だけ出したわけですか。顔出してもなんか渋谷のパリピには勝てなかったしかも去年のあれで行った、あれで行ったっ、馬で行ったって、馬で行って知らない人にめっちゃニーブラされて知らない人にめっちゃニーブラされてえ、馬だと弱くないですか、あの渋谷、まあ、全然クオリティとかだと。スクランブルに警官の仮装した人が100人くらいいた、やば、警官の仮装っていいの、あかんやんな、確か。もう多分だって確かあかんよな、あれって捕まるよね。捕まるんすか、俺確か警官の仮装とか確か捕まっちゃうよ、冷静にそうっすよね確かに、うん、そうそうそう、いや、あからさまにこいつパチモンの警察官だろみたいな、まあ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 ね、まあね、ガチ警官ガチはもう捕まったよね、わかんないもん。どういうこと、ガチ警官です、ごめんなさい、ガチ警官が書き込みしてんのガチ警官がこれに書き込みしてんの仕事してくれ、国から金もらってんの、ちゃんと働けや仕事してくれあ、ガチ警官が100人いたってことね。あ、そういうことね、ガチ警官は100人おるやろ、そりゃもうあんだけ、そりゃ100人、いや、100人じゃ多分足らんぐらいいけますよ、足らんぐらいですね、うん、無法地帯ですもん、渋谷はい、やばいって言いますもん、いや、やばい、ね、え、でもなんか、その俺関西出身やから知らんけど、こっちやったらなんか川崎がすごいとかも聞かない。あ、川崎もね、そう、なんか毎年10月31日は川崎でなんかね、イベントやるやんね。川崎と、六本木もなんですね、今。あ、六本木は昔行きましたわ。あ、そうなんや、昔行ったんですけど、すごいっすね、やばい。都内やったら渋谷、六本木、あとは銀座とかもパーティーあるけどね。あるんすね、あるあるある、銀座ちょっとなんか金持ちのパーティーみたいな、はいはいはい、ちょっと渋谷とは違う感じですね、多分、うん、静岡なんかなんもないですけどねないよ、ないよ、ないだろうな逆にコスプレしてるやつが浮くみたいな。あ、浮くやろね、はいはいはい、全然浮くやろね、冷めた目で見られるんだねめちゃめちゃディスられてんね、静岡人のお茶飲んでろめっちゃ嫌いやん、何がお茶飲んでろ、何があったや、静岡の人と静岡人に親殺されたんですかそう、雨で仮装も ね台風っすもんね、なんか今年なんで、ね、でも衣装も化粧もドロドロになっても別にみんなどうすんやろ、衣装とかってどうして置いてんの、俺もう捨ててるけどね、そこほいって。あー、なんかでも一回だけ着てっていうのもなんかもったいないですよね。だってもう一回着るときある、なかなかない、ないやん、なかなかない、絶対ないやん。結構ぶっ飛んでるのが多いですからね、うちのコスプレする子は。昨日のコスプレどっか行っちゃったんですけど。あ、もうそんなもんよ、なんか店に置いてたはずなんですけどパーカーとパクられへん。で、全裸で帰るの、うん、全裸で帰るわけねえじゃんそんなわけねえじゃん、家で捨てんだよ、どういうコスプレやねんあ、でも昨日は僕終わってバーってちょっとぐったりして、ほんで脱いで全部ソラ君にあげましたけどね、ブルゾンの。あげたんすかね、全部ソラ君にあげましたけどね、あげるって言ってちょっと気に入っててもしんどいですけどね、ソラがプライベートでブルゾンやっててもちょっとしんどい。そうそうそう男性の仮装な
おー、うん、仮想ナウね、火星ナウやと思ってもらったそう、そうしかも家でって家で仮装なる家で仮装なちょっとよく分からへん分からへん外出ろ外ハロウィンなもうハロウィンも終わったんだもんな終わりなんすか終わってないかまあまあイベントとか時期的にはえ31がピークなんじゃないですかピークは31が多分でもピークやけどあもう時期的あの曜日とかが多分関係して、ね、日多分昨日がピークやったんじゃないかな週末で土日だから、うん、しかも台風来てるしねそうですねもう最後そうえ最後なんだ時期外れ台風が来てるしねそうはるかははるかくんねはるかくんどうしたんすかね直接 LINE してあげてほしいですけどねねこの辺に LINE ID があるからこれにね直接 LINE してあげてほしいですね昨日新宿もめっちゃ怪我してる人いたマジですか何で怪我したんやいや多分ハロウィンでバーってハリピーナってパチャって折っちゃったりするあそんなことありますよ怪我あるあるあもうこんなあもうこんな時間ですね1分前1分前そうですねじゃあまあ今月はねもう何もないんですけど ね、はい、今月はもう明日、今日が通常日で、はい、明日が締め日となっておりますので、はい、ぜひともねまあぶっちゃけね売り上げの方はもうすごい僅差なんででなおかつはるかくんもりきとくんも今月は誕生日もあったんでねそうですねぜひともねはいナンバーワンを取ってほしいなとそうですね思っていますよ、はい、僕はぜひとも取ってほしいなと何があるか分かんないしでまあはるかくんはね一番になったところ僕は見たことがないのでそうですねライスが来てからないですねそうぜひとも一番になってほしいなと思ってますそうですねそしてなんと来月11月24日僕の誕生日があるんでぜひとも皆様ご来店などよろしくお願いいたしますはいはい今日はとりあえずはるかくんとりきとくんが出勤してきたら一、はい、回だけ喉にプッてやられるやられるありがとうございましたありがとうございました